シャンカールはインドのタミル語映画で活動する映画監督。インド映画界のヒットメーカーの一人であり、タミル語映画界におけるビジランテ映画のパイオニアとして知られている。AR ラフマーンドは10作品以上仕事を共にしており、豊かで革新的な映画制作の功績から多くの映画賞を受賞している。タミル・ナード州・クンバコナム出身。 セントラルポリテクニックカレッジで機械工学を学んだ後、映画業界の道に進む。シャンカールは自身の撮影チームが制作したドラマステージ賞を偶然鑑賞した SA ジャンドラセカールに見出されて脚本家として起用された。もともとは俳優志望だったシャンカールは監督業の道に進み、後にインド映画界のヒットメーカーの一人に挙げられる人気監督となった。 シャンカールは、チャンドラセカールやパビトラムのアシスタントとして、キャリアをスタートさせた。1990年公開のチャンドラセカール、監督作品、ジャイシブ・シャンカールでは、助監督を務め、1993年に、ジェントルマンで監督デビューを果たした。アルジュン・サルジャが主演を務めた同作は、当時のタミル語映画としては高額の予算で制作され、批評家からも高い評価を得て、 ブロックバスターを記録した。また、同作で音楽を手掛けた AR ラフマーンは、これ以降もシャンカールの監督作品の作曲を手掛けるようになった。1994年にコディロンを制作した。1996年にはインドの仕置人を制作し、同作はアカデミー外国語映画賞インド代表作品に選出されている。 1998年に公開されたジーンズ世界は二人のためには同年公開のインド映画で最高額の興行収入を記録した。1999年公開のムドハール版では初めてプロデューサーを務めている。シャンカールとラフマン2001年にムドハール版をヒンディー語でリメイクしたナイックを制作しボリュートデビューを果たした。しかし、同作は マーケティングの貧弱さ、高額な制作費と配給量が原因で、工業的に失敗したものの、一方で、カルト的な人気も集めている。シャンカールは次に、ロボットという SF 映画の制作に取り掛かったが、主演に起用する予定だったカマルハーさんが多忙なスケジュールのため参加できず、また、予算の関係で制作が中断している。2003年に、ミュージカル映画、ボーイズを制作するが、 平均的な評価に終わっている。2005年には、アンニアンを制作し、ビクラムが一人三役を演じている。同作は2005年公開のタミル後、映画興行収入ランキング第2位となった。同作公開後、シャンカールは、ラジニカーンと、AVM プロダクションと共同で次回作の制作を、はじめ、6億ルッピーの制作品をかけて、ボッソの男、シバージを制作した。 シャンカールは1億ルッピーの報酬を受け取り、2年間の制作期間を経て2007年に同作は公開され、同年最も高い収益を上げたタミル語映画の一つとなった。ボッソの男シバージ公開後、シャンカールはラジニカーンとアイシュワリアーラーを起用した映画の制作を開始し、2010年にロボットとして公開された。同作は、 タミルも映画史上最も高い収益を上げた映画の一つに挙げられている。同作の成功後、ビジャイ、ジーバ、スリカーンと起用して、きっと、うまくいくのリメイクに取り掛かり、難番として公開された。2012年6月12日に次回作、マッスル踊る、稲妻の制作を発表した。同作は2015年に公開され、 公開19日間で20億ルピーの興行収入を記録した。2018年にはロボットの続編、ロボット2.0が公開された。マッスル踊る稲妻の記者会見に出席するシャンカール、ロボットのサウンドトラック発売イベントに出席するシャンカール。ありがとうございます。